みんな大好き宿根草の秋のお手入れについて話をしていきたいと思います。この紅葉めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。それがですね、この上の部分を取る時の合図です。鉢ごと捨てる方いらっしゃるかもしれないんですけども、宿根草というのは、はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、花農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は10月11月の宿根草秋のお手入れのポイントについて話をしていきたいと思います。今日は10月の27日になります。鳥取県も最高気温が20度前後、最低気温が10度前後と、もう完全に秋らしい気候になってきました。今回の動画を最後まで見ていただければ、宿根草の秋の管理のポイントがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はみんな大好き宿根草の秋のお手入れについて話をしていきたいと思います。実際に今日ですね、題材として使うお花がじゃん、こちらです。もうね、私の動画では何回も出てきているキキョウちゃんになります。もうね、これ3年ぐらいなるんじゃないか、3年ですよね、動画始めたぐらいから撮影しているので、もう3年ぐらいになります。見てください、この紅葉めちゃめちゃ綺麗じゃないですか。9月とか8月とかはまだ青々というか濃い緑をしていた葉っぱが10月の下旬になって、こんな感じでね、衣替えというかすごくね変化しているので、僕はとても綺麗と思うんですけども、皆さんはいかがでしょうか。実際ね、宿根草丈夫さだったりとか花の綺麗さね、が魅力だったりするんですけども、僕はこういった秋紅葉する葉っぱも宿根草の魅力のとてもね大きな部分を占めてるんじゃないかなと思います。じゃあ実際ね、どんな管理をこれからしていけばいいかっていうことについて話をしていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、こんな感じでね、もう完全に紅葉してしまって、ちょっとねまだ中の葉っぱが見えるかな、まだね緑っぽいところはあるんですけども、こんな感じで完全に紅葉してきています。こうなってくると秋の管理は特にしなくてもいいです。水やりも気温が下がって寒くなってきてますし、こんな感じで紅葉してくると基本的にそこまで植物自体も水分を欲しがれませんので、水やりも控えめに管理をしてあげて大丈夫です。逆にたくさん水をあげてしまいますと、ずっとこの鉢の中が乾かなくて、まだ気温もね若干高いので、中の地下茎、根っこが腐れてしまうみたいなことが起きますので、水のやりすぎには注意をしてください。またですね、こんな感じで紅葉したからといって、あ、もういいなと思って株元で、ね、貯金貯金と切らないようにするのがとても大事になります。なんでかというと、紅葉しているということは植物自体が、あ、もう寒くなってきたな、そうそう冬眠の準備をしないといけないなみたいな感じで、葉っぱにあった養分を植物の根っこ、キキョウの場合はね根っこ、地下茎の方に養分を移している、これを専門用語で転流とね言ったりもするんですけども、転流している状態、今ね途中経過です。こんな感じでね、まだね緑のっぽいところもありますので、まだ途中経過なので切っちゃってもいいんですけども、まだね養分が葉っぱの中に残ってますので、全部がね根っこに行くまで葉っぱなどチョキンチョキンと切らずに、この紅葉している葉っぱとか茎とかを楽しむのがとてもいいかと思います。あと注意点としては肥料ですね。もうこうなってくると植物自体はもう成長を止めています。なので今から肥料をやったとしてもほとんど必要ありません。もし肥料をやるとしたら2月とか3月とか、また暖かくなってきて新芽が出るようなタイミングとか、新芽が出た時にですね肥料を与えてあげると新芽の栄養源になったりしますので、今からの時期そこまでね肥料をたくさん与えなくてもいいです。
まあ、完備をねやる場合でもまだ10月の下旬だと早いので、まあ、12月とか1月とかその間にやってもらってもいいかと思うんですけども、今現状はまだ肥料をねやる必要はありませんので、肥料をあげると肥料代ももったいないので肥料をやらないようにしてください。で、実際にこの状態で管理をしていくと、さらに葉っぱが枯れ込んできてこんな感じで、ね、茶色っぽくなります。そうなってきて全体が茶色くなったら、付け根のところでポロンとこの茎がね簡単に取れるようになりますので、それがですねこの上の部分を取る時の合図です。本当にですね、茎とか葉っぱの養分を全部取り切ったなっていう、あもうね上の部分は切り離していいやっていうところでポロンと簡単に取れるようになりますので、そのタイミングを見て上の部分をですね取ってもらえるといいかと思います。おそらく12月とかぐらいになってくるとね、もう全体が茶色くなって取ってもいいような状態になるかと思いますので、そんな感じで今は何もせずにこの草子、紅葉した葉っぱとか茎とかね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。この本当紅葉黄色感、なんとも言えない自然の紅葉、これを楽しむのがとても大事かと思います。実際ね、まあ、こんな感じでもっとね赤く紅葉しているものとか、同じように黄色いように紅葉しているものとか、まあ、個体差ね若干あったりはするので、このコントラストで、ね、宿根草の紅葉している葉っぱを楽しむのを一番だと思って、管理は置いといて楽しんでもらうのがとても大事になりますので、皆さんもね、特に今年から園芸された方だと、黄色くなってしまったら、ああもうこの植物枯れてしまったなとか、このお花枯れてしまったなと思って鉢ごと捨てる方いらっしゃるかもしれないんですけども、宿根草というのは寒くなってくると養分を根っこの方に貯蔵するために、葉っぱとかが紅葉して冬になると葉っぱとか茎がなくなる植物なんです。これは別に枯れてるわけではありませんので、こんな感じで黄色くなるのが自然なので、初心者で最近始められた方、宿根草だと聞いて買ったようなものをですね、枯れているからって捨てないようにしてください。またね、あれ枯れてるなと思ってこれ何の花かなとね調べていただいて、宿根草だと分かればですね、それはそのままですね様子を見て管理していただくと、春にまた新しい新芽が出て綺麗な花を咲かせてくれると思いますので、宿根草かどうか分からない場合はインターネットとかで調べて、宿根草であればこれは自然なことなので捨てずに見守って管理をしてもらえるといいんじゃないかなと僕は思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回は宿根草の秋の管理ということで動画を撮ったんですけども、基本的に秋、今の時期から寒くなっていく段階で管理は特に必要ありません。なのでね、しっかり今の紅葉した葉っぱを楽しむのが一番の管理だと僕は思います。ちょっと管理じゃないんであれなんですけども、あとですね、病害虫に関してももうこんな感じになってくると、まあ、ほとんどねついてももうこれ枯れるだけなので、特に何もしなくて僕はいいんじゃないかなと思いますし、病害虫もねこんな感じになってくると基本的にそこまでつかないと思いますので、殺菌剤とか殺虫剤やる必要はないんじゃないかと僕は思いますので、病気っぽいのがあったとしてもこのままね見てあげるのがいいのかなと思います。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねともらえた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれでおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。